プリコメで学ぶ授乳プレイ、始まるよ。ということで今回は、前回紹介したアンナさんの補足部分を紹介します。いやー、アンナちゃんには赤ちゃん授乳プレイのストーリーがあるんだけど、3分で収める都合でカットしたら、授乳プレイがないやん。授乳プレイを見に来たのに。アンナママオンラー、オンラー。授乳プレイを紹介しないとか赤ちゃん舐めてるの。あの世に行ったらハゲて出てやる。授乳シーンとひたすら連呼兄貴などなど凄まじい要望が来たから紹介するね。アンナさんの詳しい紹介については前回をご視聴ください。いつもながらシグルドには助けられてばかりだな。多大な協力感謝する。ええんやで。私が本来の力を発揮できればどんな相手であろうと一瞬で倒せるはずなのだが、なかなか前世の力が戻ってこなくてな。前世での記憶をもっと取り戻せばさらなる力が得られると思うのだ。これで前世が虫とかだったらどうするんだろう。我が友ナナカやミツキから聞いた話だと、この大陸には時戻りの隠れ水という水があるらしい。3日間を繰り返す冒険しそう。言い伝えによれば、その水を飲むと己の内に秘められた記憶や忘却してしまった過去が思い出せるそうだ。麦酒は、麦酒は冷えてっか。そしてなんと、その水が湧き出る水脈が近くの洞窟に存在しているのだ。シグルドよ、行ってみないか。へえ、デートかよ。嫌な予感するからお断りだぜ。いやいや、そう言わず行ってみないか。これは我が力を蘇らせるために必須のことなのだ。頼む。しょうがねえな。いいのか。やった。では決まりだな。早速出発しよう。行くぞ。でってってでで。かん。ナナカに読ませてもらった古文書通りなら、この奥に水脈があるらしいのだ。この辺にうまい水脈の屋台あるらしいっすよ。見つけたぞ、水場だ。しかしこれは普通の水に見えるな。本当にここで合っているのか。うん、シグルドよ、どうした。何かあったのか。水場があったよ。ああ、ここだけ白い水が湧き出ているな。白い水。なるほど、これが時戻りの隠れ水か。エッチなのはいけないと思います。私が一口ほど飲んでみるとしよう。むむ。あの、すみませんが、あなたは一体どちら様でしょう。なんだこのまともな美少女。どうも、アンナさん、先行のシグルドです。さんとおっしゃるのですね。失礼かとは思いますが、私たちって初対面ですよね。どうしてこんなところに二人きりで。そういうことだよ。グヘヘ。私は一体何を。ステッチパルム、正気に戻ったか。しっかりと覚えているぞ。さっきの私は過去の自分に戻っていた。前世の記憶に目覚める前の私に。常識人枠で可愛いと思った。なんだこの水は。前世の記憶が取り戻せるのかと期待していたのに、過去の自分に戻る水なんて必要ないぞ。いいかシグルド、さっきのことは忘れるのだ。あの時の私はどうかしていたんだ。あれはあくまでこの世界での過去の私であって。待てよ、この世界での過去を思い出せる水なら記憶喪失のシグルドが飲めば。賢いぞアンナちゃん。もしかして記憶を失う前の自分に戻れるのではないか。シグルド、過去を思い出したいか。前世の記憶は両つべで公式配信されてるから見ようね。ならばこの水を飲んでみるといい。ほら、とりあえず一杯目だ。アンナちゃんの白い水、ごくり。しかし私の時はすぐに効果が切れていたな。もっとたくさん飲んだ方が良さそうだ。シグルドよ、もう一杯言っておこう。あ、それ、一気一気。念のためにもう一杯だな。さあ、飲むんだ。煮沸消毒しないとお腹壊れちゃう。あと少しだな。最後にもう一杯。
いやーきついっす。どうだ、これだけ飲めばかなりの過去を思い出せるだろう。え、あれシグルドよ、どうしたのだ、そんな赤ん坊のような声を出して。まさか水を飲みすぎて赤ん坊の頃を思い出したのか。そうはならんやろ。なっちょんやろかい。それはさすがにまずい。私は赤ん坊の世話をしたことがないのだ。お前がママになるんだよ。しっかりしろシグルド、戻ってこい、自分を取り戻せ。泣くな。よしよし、泣かないで。赤ちゃんってどうやってあやしたらいいんだ。岸くん迫真の赤ちゃんボイス。みずか、こら、アクセサリーを引っ張るんじゃない。こちぬかぶさ法。まさかお前、おっぱいが欲しいのか。その言葉が聞きたかった。いくら疾風のへかってでも、私でも無理。頑張れば、私でも出るのかな。やればできる、諦めんなよ。オラオラ、おっぱいの時間だゴラ。ごめんなさい。おお、よしよし、はい、いい子でちゅね。あんなママ。私いつまでこうしていればいいんでしょう。でもこのまま放ってはおけないし、元に戻るまでそばにいないと。水を飲ませたのは私ですし。そうだ、どんな時でも仲間は見捨てない。それが私たちジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズだからな。え、なんて。そうだろう、シグルド。すまない、ただちょっと母乳が欲しくて。なんとか赤ちゃんから戻れてよかったね。おお、ここにいたか、シグルド。先日はお互いひどい目にあったな。洞窟から持ち帰った水をミツキたちに調べてもらったのだが、あの水を飲んだ者はどうやら己の内にある本質をさらけ出してしまうらしい。麦酒はやんけ。まさか貴様が飲みすぎて赤ん坊になってしまうとはな。あの時は本当にお手上げだったぞ。しかし貴様の本質が赤ん坊か。かつての先行のシグルドも現世ではまだ人に甘えたい年頃というわけか。そうだよシグルドよ、私は人に甘えられるのは苦手だ。だが貴様がどうしてもというのであれば、私はこれから毎日授乳プレイをしようぜ。やっぱり。今のは忘れろ。アカシックレコードからも消去するのだ。いいな。それよりも今日は今から本屋へ我らが戦記の在庫を補充しに行くのだ。手伝ってくれ。さあ行くぞ我が盟友よ。めでたしめでたし。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォローをしてもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてきてね。さて、この動画を最後まで見た君たち、公式が授乳プレイを押してくる。これがプリコネだ。君も赤ちゃんになろう。では、さらばだー。